だ球数的にはね、はい、まだまだという感じではあるんでしょうけども、そうですね、はい、まあ、少しちょっとね流れとして、うん、やはり8対0から、まあ、4点追い上げられてこのピンチですからね、はい、ですからまあ5点6点入ってしまいますと、はい、やっぱり中盤ですからね、ちょっとどうなるかわからないような状況ですから、まず一旦流れを切るということが大事ですね。さあここで2人目ルーキー入野がマウンドに上がります。四国アイランドリーグプラス愛媛とあと徳島でもプレーをしていました。ドラフト5位で楽天に入ってきたルーキーピッチャーです。今シーズンこれが17試合目の登板です。前回登板が9月の26日のライオンズ24回戦、4人目としてマウンドに上がっています。さあここは上林が追い込まれました。ツーアウトランナー二塁一塁。まあ、ホークとしましたここもう一つ追加点が欲しい場面ではあります。変化球バットが空を切って上林三振です。この松田はマウンド上入野からは9月の6日のゲーム、あのサヨナラツーランホームランを、ね、放ちましたね、はい、大きなスイング。カウント球からどんどんこのフォークボールを使ってきます、はい、もうとにかく勝負球としてですね、はい、まあ、言ってますよね。セカンド正面です。セカンドは後藤光孝、一塁送球スリーアウト。この5回はホークスは三者凡退無得点です。5回終わってここまでは8対4、イーグルスが4点をリードしています。まあ、今年は思うようにこの打率も上がらずに苦しんだ時期もあったんですけどね、はい、まあ、その要因としてはね、今みたいなバッティングができなかったということですね、はい、まあ、どちらかというと思い切って引っ張るというふうなバッティングが非常に良かったですからね、落としてきました。フォークボール、今の中のいい高さからボールが落ちました、はい、このボールとしては非常にいいですね、はい、フォークボールですから、まあ、このボールをもっと生かすのであればですね、はい、高め高低をうまく使うような配球もいいと思うんですね、うん、はい、スイングアウトの三振です。ツーアウト。ここもフォークボール連投でした、まあ、このボールはちょっとバッターにとってみると見極めづらいボールですね、はい、まあ、ストライクからボールですからね、うん、まあ、追い込まれてるだけにバットを振らざるを得ない感じですからね、はい、ですからいるのもあの高さでの勝負がですね、うん、もう少しあのまっすぐがコンスタントにストライク取れればですね、はい、もっと楽にフォークボールが有効的に使えますね、ツーアウトランナーは二塁一塁です。打順一番に帰って明石、入野がツーストライクまで持ってきました。勝負球、これはファウルボールです。やはり最後はフォークボールを投じてきましたが、はい、少し今高めにボールが入ってきました、まあ、危ないボールでしたけどね、はい、まあ、このカウントからでももう一つですね、うん、フォークボールを低めに投げなかったね、やっぱどうしてもバッター振ってしまいますね、はい、ライトスタンド明石コール。
落としてきました。スイングアウトの三振です。今はいい高さからボールが落ちましたね、はい、ナイスボールでした。ランナー2人残塁です。この6回ホークスはチャンスを作ったんですがギリの踏ん張っています。6回終わっています。